急に押しかけちゃって、いやいやいや、なんかこう、うん、大丈夫ですよ、地元の人が普段行くようなお店とか、うん、あの教えてくださいって言って、ああ、うん、そうなんだ、ね、徳本さんお友達、うん、うんうん、そうなんです、前からのお友達、違う違う、だからインターネットでこう知り合ってあ、このインターネットで、そうですそうですよで、僕がこう沖縄の海とかをインターネットでテレビで映してて、海は一応ね、綺麗なところありますからね、うん、あ、電波安定したっぽいですね、大丈夫です、まあまあ、カイザーあと2つある、あ、一つなんだ、うん、ヘビースモーカーな感じだ、ヘビースモーカー、大丈夫みんな、見えてる、見えてたら教えて、見えてる、大丈夫かな、マーマも出たりさ、まあよ、私も俺も私まで落ちたんだあ、感じてなかったね、僕嫌いだから、いただきます、安いするさ、いっぱいするさ、あー、うん、あんた肺がんだね、うん、あ、美味しい、うん、ピリ辛がちょっとうまいですね、美味しい、美味しい、ご飯は美味しい、あ、スパムミートで作るんだ、そうそうそう、へー、いやいや、これはね、ポーク、これは入ってないですよ、うんうん、私、ただ、アレンジした、うん、美味しい、これ、うん、うん、あ、よかった、よかった、電波旅行、今地元の方が来る隠れスポットで飲んでるのよ、タクシーで移動し、しっぽり飲んでる、うんとね、お母さんが作った麻婆豆腐なんだけど、お母さんのアレンジでこうミートが、スパムミートが入ってる麻婆豆腐、ビリカルですごく美味しい、ポークランチョンミート入れてる、ランチョンミート、これほらランチョンミートって分かんないかもしれないけど、缶のね、そうそう、ポーク、豚のポークの、あの、チューリップ、ね、なんチューリップもあるし、うん、でもチューリップが一番美味しいですよね、ボンドで言ったらスパムでやつ、うん、スパムでもあんま食べないですね、 あの、向こうの東京の人はそうだし、ね、食べ方わからんって、うん、食べ方わかんないですよ、ほんと缶詰出てきて、でもあれですよ、パンに焼いて、パンにしても美味しいし、焼いて焦がして、カリカリにするのが好きですね、僕、そうそう、うん、フライパンでカリカリに焼いたらね、はい、美味しいです、うん、たまにこっちでもポークちょうだいと言ったら、こんなフライパンに焼いてあげる、はい、あ、いいっすね、ケチャップだけで美味しいですもんね、うん、うん、こっちだって1缶いくらぐらいで売ってるんだろう、東京とかだと売ってるスーパーがあって、うん、伊勢丹とか500、600円します、うん、多分こっちではね、600円ですよね、スパンは200円前後で買える、200円ですか、はい、へぇ、スパムはね、ちょっと200、ちょっとばっこすけどね、300円ぐらい、店によってはスパムは高いけど、特売の時は230円ぐらいで、あ、それで買えるんですか、うん、高いよね、マコヤンね、うん、今やっぱこっちだと高級、東京だと高級って言われてます、うん、チューリップが美味しいね、うん、450円から650円って東京だと書いてます、だからね、あんなや、そうだよね、それくらいするよね、やっぱり沖縄から送るみたいよ、あっちに例えば息子とか娘がいたらね、はい、こっちにお母さんお父さんから送る、僕だからばあちゃんあれだから、うん、親戚の人にもう段ボールでいっぱいにソークそばと、うん、いっぱい送ってもらってました、チンスコート、ご飯があったらね、フライパンに薄く切ってカリカリに焼いたら美味しいですよ、美味しいですよね、ご飯なんか、うん、するよね、マコヤンね、うん、おはよう、アキラさん、おはようって時間帯かも、おはようだ起き始めた、うん、幸せよ、もう楽しいよ、今ザンパの黒の飲んでる、ザンパの黒、ゴールデンタイム入ったか、これザンパの黒、違う、これアーモリで、
です。あの、微妙だね。できるかな、ちでちょ。フォーク焼いてあげますか。あ、食べてみたいです。うん、そう、まま焼いてな。うん。カリカリに焼いて。はい、うん。でも、一回電話して、確認取って。あ、やればよかったな。おはよう、ももさん。もういいんじゃない、もう来たから。違う、もう10分も帰ってるわけよ。今さっきタクシー通るとさ、はい、ちょうど帰るったわけよ。あ、待っとけって言ったのに、待って待ってって、今から来るからって言ったけど、もう私は帰りました。知り合いがいたんですか。うん、だからこっちの従業員なんで。あ、夕方、夕暮れが夜7時半とかじゃないですか。うん、どれくらいですかね、7時くらいですかね。暗くなるのか、暗くなるのか、真っ暗になるのか。8時くらい、7時半くらいですよね。東京と2時間くらい差があるんですよ。だからびっくりしますよね。だからあのよ、キャス見ててもよ、金梅さんのキャス見てても朝なってるわけ。あ、朝が早いんですよ。もう5時ぐらいに明るくなってます。それだよ、うん、とか思って、うん、そう、だから2時とかはもうもっと早いです、ね、5時って言ったら明るいですよね。うん、あ、それが面白いですね。なんか時間がゆっくり流れてる感じがして。沖縄は最後ですからね、明るくなるのですよね。あ、そうなんだ。うん、だから一番遅く日が沈む、開けるのが一番遅い。まこやん、ハートありがとう。もう6時とかって北海道もう朝っすからね。ああ、そうっすね。ちょっと何か歌うか。はい、何か歌うか。はい、何か歌うか。歌いましょうよ。歌いましょう。もうしっぽりやりましょう、しっぽり。前回は今日朝まで。はい。頑張って、7時です。あ、8時です。あ、わからん。でも時間、カラオケの時間があるわけよ。ああ。たくさんともしないし。初見さんいらっしゃい。那覇市ですか、ここ。那覇市、おろく。おろく。那覇市のおろくです。ゆうじさんいらっしゃい。うん、もしよかったらフォローしてってください。こんばんは、あらみさん。時間がゆっくり進む感じだよね。そうだよね。詳しいアメリカのだから美味しいです。みんなどれですか。これとかこっちかます。これチョコっすか。これは見たことある。これは普通に売ってる。うん、何だろう、チョコレートとか美味しいよ。チョコレート、これ食べてみようかな。アメリカなんだろう。あー、確かにアメリカの、うん、ウチナータイムってやつだ。マジで美味しい。麻婆豆腐めちゃめちゃうまいっすね。料理うまいわけさ。うまいっすね。ヘッチマとかも、はい、結構美味しいよ。ゴーヤチャンプルーとか。はいはいはい。本日って一番はたわしじゃないですか。ああ、家全部ずっとたわしでした。子供の頃家にありました。ここではもう切って料理するんです。あの辺ちまうんですか。うん、へえ、食べたことないかも。ハートありがとう、リンさん。ヘチマウは方言ナベラって言うんですよ。ナベラ。あ、美味しいんですか、ヘチマウは。どういう味なんですか。ナスみたいな。ナスとはちょっと違うけど。はい。どんな味だろう。柔らかいですね。うん。おお。ヘチマ。食べたことないな。でも、あの、乾燥したやつで、こう、たわしになったのは家にずっとあった。友達に何それって言った。なんかあるそれ何に使うの。家にない。あそこない。いや、これは大丈夫です。あ、どうですか。うん、確かにパーカー着てるのちょっと暑いかもしれないですね。寝たらあれですか、タンクトップですか。
大丈夫ですよ、こっち向いてるんで。閲覧やば、24人。どうした、何これ、初過疎かもしんない、ふわっち来て。通知来た、みんな。何があった、神会どっかで怒ってる、何これ、びっくりするんだけど。ついに干された。すげえな、中庭、通知来た。なんだろう、なんでこんなかさってんだろう。うん、増えた、急に34。お母さん料理おいしいです。逆になれば、うん、お母さん料理上手。いつまで沖縄、帰りたくなったら東京戻ろうかなと、大阪行こうか迷ってる、かっこいい俺。さきちゃんありがとう、ハゲだよ、ただのハゲ親父だよ、かっこよくないよ、フラーだよフラー。エチマ伊藤売りって書く、へえ、はい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 。じゃあさきちゃん、あのLINE ちょうだい、 LINE ください。あ、好きな顔なんだ。あのね、イケメンではないんだけど、100人に1人ぐらいがドハマりする顔だね。癖のある顔だね、物好きが好きな顔だよ。お、アイカいらっしゃい。あ、このフォークの匂い、いいっすね、いいっすよね、あのパンに挟んで食うのがすごい好きだったな、子供の頃、カリカリに焼いて、優しい。すみません。ああ、大丈夫ですよ。もうこれでいいの、ハーフですか。人生楽しんでるよ、人生一回だから、泣いても笑っても、いっぱい泣いたからいっぱい笑おうかなと思って。どれくらいですか。ちょっと、うん、風邪、どこに出勤してんの。え、風船ジョークありがとう、まこやん、風船ありがとう、はい、音も映像も問題ない、席移動したんだけど。マルコス、え、マルコス、え、こっちです。あー、お手洗い行ってくるね、みんな。すいません。あ、おいしそう。手錠くば、あの、いや、でも、あ、お父さんか、時間あるじゃないですか。ああ。これができるとダメなの。一応連絡したら多分。電話ぐらいは多分。電話で聞くぐらいはできるんだろうけど。何時まで？一応何時ですか。3時半ぐらい。ガタ今なんて ?5時ぐらい。あっちが面白かったかな、一応。最初から。一番最長。三品光る野鳥、皆さん沖縄は偶然なんかあるの。いや、なんだろう、まずそもそもが、光くんは屋久島に行くってずっと言ってたのよ。
あの子供の頃からの夢だったんだって。だからヒカルくんはセコロ終わったら屋久島に行くってずっと言ってたの。でテルジャンピンと俺は試合終わった後に俺は仙台に行くって言ったのよ。日本リアトツの旅やってるんだけど、日本中旅してるんだけど仙台で終わってたから仙台行くわって。で北目指して北海道行くわ。でテルジャンピンは車で北海道に行くっていう話だったんだけど、まずテルが沖縄行くって言い出した。で和道も来おへんって言われて、和道も沖縄一緒に行かないって言われて行くって言ったの。そしたらじゃあテルもテルジャンピンはじゃあララビルルビとパコりたいからララビルルビを誘うわって言って、でじゃあパルパルも誘おうってなって、そしたらヒカルくんが屋久島行くって話が出てきて、じゃあ沖縄で集合しようよってなった。ここまで OK？ で今度はヒカルくんがバイサムどうすか行きましょうよ一緒にって言ったの。いっせバイサム行きましょうよ。そしたら金バイさんが行くって言って、だからねもうみんな適当、北海道で集合するはずだったのが今沖縄にいる、何にも考えてないよ。もう友達付き合いでそのみんな適当なんか裏で台本があってとかない、うんうん、そんな感じ、うん、だからその誘ったテルジャンピン、ヒカル君を誘ったテルジャンピンは明日帰るのよ。でパルパルはお金がないっつってバックレたのよ。で俺は前の日に勝手に来たので、金前さんはなんか台本じゃないけどなんか炎上させてるでしょ。みんな、なんつうの、盛り上がれば何でもいいのよ。盛り上がれば何でもいいの。座ります。あ、取っていいですか。はい、いただきます。これがね、みんな、あの、沖縄の人が食べるね、あの、美味しいの。噛んで、作ってるソーセージなんだけど、なんて言えばいいですかね。なんて言うんですか。これとろくね。これはね、ソーセージなんだけど、なんて言えばいいんだろう。数、うん、ケチャップとかつけたりとか、塩つけたりとかね、カリカリに焼くと美味しいんだけど、ラムミート、一緒じゃないよ、別だけど、スパムミート、なんて言えばいいですか。ランチョンミート、ランチョンミート、ポーク、ポークって言ったり、ランチョンミートって言ったり、これすごく美味しいから、東京だと高いんだけど、450円から600円ぐらいで売ってる、成城石井とかで。これはこの旬ね。でもね、あの沖縄だと230円とかセールで売ってたりするんだって。そうそうそう、乗ってきてる、うん、ありがとうございます、いただきます。ランチョンミートね、ランチョンとかミートって言ったり、入るよ、入るよ。豚肉の缶詰、これはちょっといただきます。これね、いただきます。はい、あ、大丈夫です、映像は入らないんで。熱いですよ。熱いですか。お母さんありがとうございます。これね、いただきます。おいしい、おいしい、カリカリに焼くと美味しいよ。すごい美味しい。パンに挟んだりとか、レタスとか卵とかと一緒にとか。美味しい。これはもう沖縄では定番の、うん、家庭食っていうか。何もないときにね。美味しいですよね。うん。これはカラスマヨネーズ派だな。カラスマヨネーズですか。美味しいよね、このマヨネーズでも。うまい。まあまあ飲まんの？ビールのおつまみ。うん。ああ、いいですね。お茶飲んでいいですか？うん。もちろんもちろん。三品茶。三品茶はね、ジャスミンティーの濃いやつ。うん。いろいろと。うん。飲んだ。いいですか？うん。はい、いただきます。母さん一緒に飲んでください、ぜひ。今ね、国際通りに行って、でそっから、なんか、栄町か。栄町行って、で、こっちの方に流れてきました。地元の人が飲みに来るところ、ね、観光スポットじゃない。ハブシュは飲んでない。ハブシュって何ですか？ハブシュある？まあまあ。ハブ酒ない。ない。ない。あれ、青森なんですか、中身は。うん、青森。青森にハブを漬け込むんですか。美味しいですか。あれ美味しくなかった。俺中学校の時飲んだけど。そうなんですか。
何なんですかあのハム。あれ何か生臭いってじゃない。あれ美味しくなかった。匂いが多分きついときついですか。ハム酒飲んでない。でも地元の人が首を横に振ってるから。ハム酒飲むんだったら腰飲むのに感じない。腰っすよ。薄甘いような。薄。ママの店もないな、薄は。え、地元の人でハブに噛まれたことがある人って何人ぐらいいるんですか。めったにいないですね。めったにいないですか。昔はいっぱいいたんでしょ、ウジのあれで。いないいなかった。おうちのこう、切り畑いっぱいあるけど、見たことないよ。あ、そうなんだ。全然いない、噛まれ、山の中もいっぱいあるけど、ヘビ見たことない。俺、クワガタ取りに行ってからよ、あの木へそぼったからハブが落ちてきよって、すぐに。あんたよっぽど何かだよ。運が悪い。違う、ハーブに何か訳がある。あんた現地の人でもそんなに、もう違うんですよ、めったにハブはね、いない。みんなに見られないです。ああ、そうなんだ。ちょっと髪高い。そういう人見られる。あ、デジだったかな、びっくりしたよ、マジで。でも一番ヒメハブが危ない。あれが、はい、はじめまして。あ、はじめまして、和道です。チャコです。チャコさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。チャコさんのお店で飲んでます。チャコです。チャコさん。なんかあの沖縄ってユタとか、あのイタコ、こっちイタコになるんですかね、霊媒師ユタとか、あと何でしたっけ、あの精霊がいるの何でしたっけ、なんだっけ、なんだっけ、精霊キジムナ。キジムナどの辺にいるって伝説があるんですか。あれ見えないですよ。ガジュマルに。ガジュマル、古いガジュマルにね、はい、このキジムナというのはね、独身の女性を襲うみたいな、寝てる時に。そしたらね、こうなってるから、もちろん母もね、よくしようとか、こんなこの揺れを動したら外れるんですよ。苦しいみたいな、よし、乗っかれってさ、はい、したらなんでと言ったら外れるんです。へぇー、キジムナーはね、キジムナー、あれ、それ言うよね、のわ、悪い神様なの、キジムナーって。いたずらいたずらなのよ。いたずら、あの独身女性はね、よそでね、襲うんだ。へぇ、エッチなせいで。います、知り合いにキジムナ出たって。いや、うちの母もこの猿やったよ。あ、戦争未亡人だから。はい、はぁ、あんまりそんなの欲しくないけど。おぉ。ユタの人ってどんな感じなんですか。占い師になるんですか。占い師ですよね。占い師ですか。占い師だ、霊能力者みたいな、当たる人っているんですか。すごい有名なユタとか。いますよ。すごい。みんなすごいわけじゃなくて、たまにやっぱ有名な人。みんなすごくないよ。金儲けのために中途半端な人もいっぱいいるけど、でもやっぱり強い人は強いみたいな。すごいですか。未来とかも当てちゃうんですか。未来ね。未来っていうか、どういう感じなんだろう。なんかユタって多分分かんないんですよ。未来はどうなってる。神様とダメな。お話したりとか。ああ。あんまりやれもやらない方がいいですよ。やった方がいいかもしれんけど、やったら、どんどんやる人に自分のことやってちょうだいって、もうずっと押しかけられるから、本当はね。あ、本当に困ってる人だけやったほうがいい。困ってるからやるけど、要するに、このみんながみんな沖縄の人でもやらないんですよ。あ、そうなんですか。やる人に、これをもうやる人に引っかかってくるから。あー、なるほど。困るんですよ。なるほど。紹介してとか。紹介してじゃない。この要するに他人のことをかからんよ、身内が遠い親戚とかのこれにかかってくる。ああ、なるほど。あんまりやりたくなくなってる。あんまり良くないんだ。最近やりたく、金がかかりすぎるんですよ。いくらぐらいかかるんですか、1回。あの安くて5万はかかる。5万 ?1 回でよ。
それはお金持たないわ、うんうん、またこれいっぱい高く取る人もいるから、はいはい、これを見てやらないと。もう安くて5万ぐらいかかるね。なるほどなるほど。もうデイジー、あ、そんなに最低5万、最低5万。で、デイジーってどういうんですか。1回で済めばいいけど、もうどん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 、うん、はいはい、もう1回のことをするのに 4,5 回はかかるからね。あ、20万ぐらいかかる。 なるほどなるほど。あと使呆れてしまう。嘘つきの人を湯たむにっていう言葉場所もあるんだ。沖縄の人も見てるんですよこれ。あ、そうなの。はい、だから教えてくれるんですよ今。じゃああんまり言わない方がいい。危ないね。そうね。離島の人だけどこの人。あ、そう。く、久米島ってなんて読むんですか。米島。米島の人が今見てて教えてくれる。この人ユタなの。ユタじゃない、普通の人。うん、大丈夫、全然。若い人が見てる、結構。あ、うん、大丈夫だよ。そっかそっか。やっぱり、あの、なんかな、この、こういう関係の人は、生まれつき分かれますよ。うん、あ、若い時から。あ、普通の人は何も出ないとはね、うん、分かる。もう生まれついた人は、うん、本当やらないとダメなのよ。あ、面白いね、なんかね、地元の感じが出るよね、こういうトークはね。うん、お母さん、いろいろ教えて。あ、ね、言うけどね。久高島ですか。久高島って、はいはい、島があって。あの、僕、イケイケって言われるんですよ、久高島に。スポットにもなるんですよ、うん、そう。神の島だから、そういうの好きなんですよ、結構。なんか、パワースポットとか、神秘的なの。何がそんな神の国なんですか。なんか伝説があるんですか。なんか、わからないけどね、うん、神の島とは言いますよ。地元の人もそういう認識なんですか。なんか、あっちから何か一つでもつったら、災いが起きる。あ、木の実とか、石ころとか。石ころとか持ち帰ったら、災いが起きる。よくないです。じゃあもう何も持って帰っちゃダメだ、本当に。パワースポットって浴びて、帰る気持ちだけ。こんなのをまた持ち帰ったらね、ダメ。また返しに来ないといけない。あ、そうなんですか。よくないから。え、電波とかあるんですか。多分ないんじゃないかな。あるかな。わかんないです。あります。あんまり人がいない感じなんですか。多分離島だからいないと思うけど。無人島だと思う。無人島ですか。そんなに全然住んでない。じゃあもう観光で行ってその日に帰ってくるみたいな。ぐらい。行ってみようかな。やめた方がいいですか。いや、パワースポットなんで行って損はないと思う。損はないですか。こういうの不謹慎ですかね。大丈夫ですか。いや、全然全然。何か拾わなきゃ、持ち帰らなきゃ分かんない。振りに聞こえちゃうっていう、この職業病。職業病。うん。行ってみようかな。ねえ、そんなすごいところなら。コメントでもあったもんね、みんなね。はい、ぐのかちゃんいらっしゃい。しっぱり飲んでるよ。今日閲覧ひどいね、ちょっとね。うん。そこでシャンソン聞こう。見たいよね、ちょっとそんな。だってディープスポットじゃん。観光とかに書いてないよ、ガイドブックとかには絶対。伊良島。うん。あんまり観光で行く人も少ないですよね。石垣とか宮古島とか、そっちばっかりですよね、離島って言ったら。沖縄を初めに作った神様が降臨した島っていう言い伝えがある。おー、なるほど。もう何にもないんですか、お店も。どういう感じなんですか、日高島。どこ、久高島。行ったことないからわからない。あー、多分ネットで調べたら出てくると思います。多分何もないだろうね。何もないですか。多分森と、はい、多分滝。舗装とかされてるんですか。もうされてる。されてる。されてるかな、わかんない。行ったことありますか。いや、全然ない、ね。地元の人でもないんだ。集落はある。観光だと思うんですか。
ちょっと興味湧いてきたね。行ってみたいね、みんなでね。あんまりね、みんな知らないスポットって聞くとワクワクしちゃうっていう。うん。それは、ね、なんか。あんまり見るところがないんじゃない？だ自然がすごいんですかね。自然だと。離島というのはね、うん、見るところあんまりないです。ないですか。あ離島って多分、海。海が多分、綺麗なんだと。あ、うん、海は綺麗けど。あのクラゲのなんだっけハブいるなんでハブクラゲハブクラゲあれってどれくらい結構いるんですか？多分熱されてるか多分入っては来ないと思うんですけど、うん、あ熱されてないところっす。ああ、結構プライベートビーチとか、はい、外いるよあれ。外います、うん、いる刺されます。危ないですか？うん、危ない。あ、やめときます、うん、なんか地元のウェットスーツつけてたら大丈夫だけど、はい、大変では刺されたな。なんか写真見たんですよ。そしたらもう真っ赤にもう、うん、後残るからさ、あれ。あ、そんなに来たんですか？うん、自分なんか、いとこが刺されてるんですよ。はい、後残ってますね。あれはなんですか？毒ですか？あ、なるんですか？なんか、あの電気ですか？なんていうの？あの、この、うん、なんていうの？この足触手みたいな。触手かな。触手、うん、あっちがなんか、はい、行ったらタバコの、はい、あのこの火みたいなあれみたいな感じ。あと根性焼きみたいな傷跡が残るみたいな感じ。女の子の太もも刺されたみたいな、もうぐっちゃぐちゃになってるんですかね。もうひどくなってて気をつけないダメだ。うん、米魚こうってあるんですよ。はい、そこにいっぱいいます。大量発生します。え、それ夏場に出るんですか？もうずっと年中いる感じなんですか？夏場だね。夏場に大量発生します。あ、ネットがあるビーチじゃないとダメなんですね。うん、乳首よ、俺のお友達乳首刺されてる電車。赤くなって。かわいそう。マンザモンビーチ、はい、いや、福岡にあるんですけど、はい、ネットされてるんですけど、はい、ネットの奥側にサメです。あー、危ないですね。じゃあネットの奥行ったらネットかかってないところ。あの、なんだっけ、瀬底ビーチです。瀬底大橋。元部、元部だね。元部です。おととい元部にいたんですよ。そこ海入ってたんですけど、あの辺も危ないですか？もう、元部はもうサメが多いですよ。サメが、サメあのさ、大橋のところいたじゃん、釣りやったところ。あそこサメが出るんだってあと、マンザモンビーチも奥側にサメが、はい、あ、そうなんですか。人食われます？サメ。そんなサメってあんまり人襲わないって聞いたんです。あ、そうなんですか。なんかあの、サメの歯買いましたよ、お土産で。あの、珍しいんですよ、僕らからすると。サメの、あの、骨。はい。はい。で、サメ島さんってわかります？配信者の。ああ、あの、ニコ生の。そうです、そうです。今、ふわっちやってるんですけど、サメ島さんにプレゼントしようかなと思って。サメの歯を。あれっすね、お姉ちゃんがあれっすね、のぞみです、のぞみ。そうです。わかるわかる。わかります？一回あれっすね、はい。なんか、ありますよね。もう、いっぱいあります。あの、もう、しっちゃかめっちゃか兄弟。炎上っていうか、なんか、そうです。悲劇を起こす。そうです、そうです。二人。はい、そうです。あの、弟さんの方仲いいんですよ。まあ、お姉ちゃんも朝起きたら勝手に部屋の中に入ってたりとか。元カノと喧嘩してたりとか。前なんか、東京かな。はい。歌舞伎町でなんか、はい。言い合いしてたみたいな。あ、それ俺、いましたよ、多分。ヒカルくんじゃないですか。はいはい。こうやとって。プレチャンピン。そうそう、僕言いました、あそこ。うん。あの、住まいが歌舞伎町歩いて20分ぐらいなんですよ。近いところで。なんか、カラオケ屋さんでなんか。はいはい、そうそうそう。なんか、裏から逃げろ。そうそうそう。もう、お騒がせお姉ちゃんなんで、のぞみちゃんは。わかるよ、あの、なんか、金髪の。ちょっとぽっちゃりの。ぽっちゃり。うん。メガネの。うん。東京の方とか遊びに来たりとかあるんですか、カズさん。ないですね。ないですか。なんか、
東京ってどんなイメージなんですか？怖い。怖い？なんで？価値あるんじゃない？これはいっぱいあるね。あるんですよ。横浜っておっしゃってましたもんね。なんか冷たいって言ってます。もうひどいですよ。挨拶はないし、隣に住んでても、ね、もうすれ違うだけ、うん、冷たい、うん、冷たいね。冷たいっていうのも、東京って東京人ってあんまりいないんですよ、うん、みんな沖縄の人、北海道の人とか、そうそうそう、大阪とか東京に集まる感じですね。そうです。もういろんな人が集まってるから、みんな文化が違うからコミュニケーション取れないんですよ、うん、が冷たい感じなんですよね。中身はいい人はいるって言っています。います。でも慣れたらね、やっぱり挨拶はできると思うけどね。あんまりしないですよ。大サブさんいらっしゃい。なんかだからもう沖縄来るとあったかく感じます。観光客の人も話しかけてくれるし、お兄ちゃんこういうの何やってんのとか、あそこ行くと綺麗だよとか、何人ぐらいいますか？今全然少ないです。50人ぐらいです。あ、うん、松山はね、行かなかった。うん、MBA さんいらっしゃる、うん、お姉ちゃんと飲んでも面白くないんだもん。若いお姉ちゃんと飲んでも。本土の人もいますよ。本土？あの、あ、本土から沖縄に来て。はいはいはい。いや、興味ないですね。どちらかっていうと、その、現地の地元の人がよく行く店とかが好きなんですよ。その方がなんか、隠れスポットみたいな。そう。だから地元の人の感じが面白い。すごい。あそこ観光地じゃないですか、言っちゃえば。うん。みんながみんな地元じゃないから。じゃないですよね。だから商売する場所って感じがしちゃって。なんか、もっと、その、あったかい場所とか、地元の人の話をみんな聞きたいんですよ。どうなの？みたいな。本音みたいな。ママ打って。何やろ？お兄ちゃんと何やろ？今日声出なかった。声出なかった。もう何年お店やってるんですか？ここは。そうですね。30年ちょっと。30年。すごい。僕が、ね、今32なんで。あなたがじゃあ。生まれたぐらい。生まれた、まだ生まれてないような。生まれてないような。若いですね。なんかもっとも若いでしょ。もう38で。38って言ってるのに、忘れたわよ。長いことこの間忘れるよね。そうだよね。通わないと、ね。あの去年のね、12月ごろ。違うよ、まあまあ。何月だった？谷半月。違う、あの兄貴がいるからあっちに行くかね、どうしようかね、迷っていたから長いこと見えないからもう行ったと思ったわけ。そのね、長いこと待ってからいらっしゃったから、え、なんで俺地元にいるのに来ないのって言ったわけ。ねえ、一つ来た方がいい。青森のね、俺が飲んでるのはザンパっていう、もう定番のお酒らしいね。ザンパの黒の方を飲んでます。白は居酒屋で飲んだけど、黒の方が美味しいよって。30度。最近。ザンパは東京で言うと、この氷月みたいな感じなんだろうかな。美味しくないし。多分ザンパ。ザンパがいっぱい置いてあるから、多分定番のお酒なんだと思うよ。いいよ、黒と。クルスでも美味しくないね。で、地元の人は黒なんだ。黒と白がある。前からのチョコじゃない？あー、わからんわ。これ美味しくて嫌だった。また変なの飲んだら悪いようするよ。何もあるね。おー、花火ありがとう、サブさん。お酒を飲んだら、飲みすぎたら何飲んでも悪いようする。ね、飲みすぎ、すぎにはいい酒飲もうが悪いようする。つきものさ、うん。ありがとう、サブちゃん。自分でわかるよ。こっちの牛汁屋何時まで？もう終わってる。チケさんいらっしゃい。今日はやっぱりやる。なんか昨日本当休みだけど空いてたよ。見えてるよ。こっちの有名だよ。こっちの牛肉屋。唐揚げも美味しいですよね。唐揚げ。
ほら、死んでくる。食べればいいっしょ。食べねえけどいいっす。多分今日は唐揚げはもう閉まってるんですけど。唐揚げ大きいんですか。大きいんですよ。うまそう。いくらってかな。唐揚げ こっちのね。そう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 。こっちとってもええよ。鳥がうまいですか、この辺は。なんか、営業してる方も上手だ。あっちの方みたいよ。ああ、そうなんだ。あ、ないち。10時の終わる時あるんだよ、看板消して。10時よ。もうね、早い。いくら5時から10時といっても早すぎるからね。初見さんいらっしゃい、奥さん。もしよかったらフォローしててコメントありがとう。牛汁ってなんですか。すぐ帰ったけど牛水、水飲むか。おぉ、全部入ってる今日は。あの、一口みたいな。美味しいよ。内臓つかむ。牛汁って美味しいよ。大丈夫ですかじゃない。この子も好き、好き嫌いが、好き嫌いが激しいから。なるほど。あんた、美味しいよ、全部。全部入ってる。内臓つかむ。もつとか。内臓よ、あれ。麺で。全部よ。あの、おすぐ、いいっすけど。人参なんかも入ってさ。ああ、うん、ああ、初見さん、花火ありがとう。美味しい。なんて呼んだ、キング花。いいじゃん、ない。あんな感じだけど。花の嫁、え、キング花の嫁って書いて小手配いるんですけど、お嫁さんですか。マジですか。ガチ嫁さんですか。どうもお世話になってる。誰の嫁さん、あの誰の嫁さん。奥様が今見てる。面白いよ。キング花の嫁っていうローマ字で。あ、どうも奥様お世話になっております。すいません。今案内していただいてるんです。冗談も上手で面白いよ。奥さんも配信見るんですか。いや、見てますよ、和田さんの配信。僕ですか、うん、嬉しい。奥様どこですか。なんて言えばいいですか、ここは。この辺はざっくり言うと、五六、五六町、新町、新町、新町、うん、お世話になってます。うん、え、奥さんも沖縄の人？奥さんは。ヤンバルの人じゃない。違うよ。中部ね。こっちは沖縄。そう、沖縄よっても、あの、この辺、五六なの？五六だよ。五六なの？うちまた、小座方面の、あれかな。小座だよ、小座。あ、地元なんだ。だったらこっちじゃないさ。これといったら中部だもん。こっちは。女シェルさん、バーガーありがとう。76。奥さんも沖縄、沖縄の人がみんな見てる。奥さん、どの辺なの、うん、人数少ないからみんなで沖縄トークしよう。うん。うん、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。いいっす。この人でテレビ映してるね。今、自分、カメラがこれなんですね。うん、で、こっち側だけ映してて、うん。で、奥様が今、ちょうど見てたらしくて。うん、で、あの、沖縄の人とかも何人か見てて。うんうん、そうなんです、うん。夜中なんで人はあんまり見てないですけどね。うん、少しだけ。ね、うん、今自分の。やがて起きる自分だよ。そうですよね。朝起きする時間、うん、いや、みんなおはようって言ってます、うん、いや、それこそあれですよ。光くんが明日来るんで荒れるかもしれないですよ。ああ、光くんも来るんだ。はい。光くん、荒野、深夜町。バイさんいないから多分荒れないとは思うけど。酔っ払って暴れ回るかも。まあまあ、ステッカー買ってあげたら。いや、いい。ステッカー。いいし。こっち来た記念に1000円で。あ、いいっす、ステッカーがあるわけよ。有名人だから、貼っといたらみんな来るよ。いや、いいです、いいです、いいです。有名人いると言ってびっくりしてこないよ、ねえ。いい、全然有名じゃないですよ。有名みたいだけど、有名ねえ、有名。でも、この人やるのは初めて見るんですよ。そうですよね。
あんまりいないんですよ、これやってる人、うん、そうよね、ここそうですね3年4年ぐらいの文化で人気出てきて、今携帯でやるんですよこれで、うん、自分映してこうやって、うん、なんて言えばいいんだろうな、テレビなんですけど見てる人が文字を書けるんです。だから、うん、沖縄のどこだよとか、うん、今どこで飲んでるのとか会話ができるんですね、うん、文字で、やっぱり若い人は便利でいいね。うん、私なんか使ったことないからわからん。あ、こうやって映ってるんですか。あ、こっち側も映ってるで見。うん、こっち側だけ映ってるの、ここだけです、こうやって。あ、あなたが一生懸命映ってる。そうです、そうです。なんで映してほしいの、まあまあも。あ、映してほしいの。欲しくない。恥ずかしい。もし このの写真を。ブスになるから映ってほしい。そんなことないです。いいなぁ、沖縄ゆっくり時間が流れてて天国ですよ。そうですか。もう、うん、空がびっくりする、うん、青くて、うん、雲がかっこいいんですよ、うん、もう絵みたい。だから写真を。何県ですか。ここ僕は千葉が生まれなんですね。千葉成田ってわかります。成田って空港があるところなんですけど、うんうん、うん、で今住んでるのは東京です、うん、のんびりでいいよねみんなね、うん、沖縄の人のんびりすぎるからね、うん、ね、のんびりよね、うん、のんびりだと思います。鎌原ってなんだろう。鎌原、あの小座小座、うん、そう、こっち詳しいですよ、うん、なんかお母さんが鎌原の方が今見てて、なんかあの、なんですホタルガラスって最近できたんですか。なんか昔来た時はなくて、琉球グラスは有名だったんですけど、うん、なんかネックレスとかこのピアスとか、うん、これ最近ですか、うん、昔からありますこれ。なんかどこでも売ってますよね。売ってるんじゃない、うん、うん、なんか最近できたのかなと。これ綺麗だよすごく。ピアスなんだけど、うん、ネックレスとかいっぱいあって、パワーストーンとか、うん、白山とかですね。なんかあの、うん、このブルーのにキラキラしたガラスなんだけど、うん、これいっぱい売ってる沖縄最近、うん、そのピンボケだね。いや、国際通りですか。国際通りでももうなんかこれいっぱい売ってるし、あとあの、うん、姫百合の塔、糸満の方ですかね、あそこ宝石店ね、うん、なんかガラスみたいですね、うんうん、あと海が開いてるんですか。開いてます、開いてます。僕はあの、開いてるよね、開いてるでしょ。綺麗でしょ、パンツの方。あと、ウミガメ開けたけど、やってます。ウミガメの剥製あるじゃないですか。ネックレスですよ。うん、剥製です、ウミガメの。あれ高いよ。あれ、家に飾ってあったんですよ。で、友達とかがびっくりするんですね。なんでお前の家ウミガメいるんだっつって、でっかいのが飾ってあって、で、こっちに来て売ってるじゃないですか。あ、だから、あーって、沖縄の文化なんだ。あれよ、平均値がしか持ってないから、高い土、うん、100万ぐらいするはずよ。ね、でかいのはよ、小さいのは分からんけど。小さいの10万ぐらいで売ってました。でも、売れないから2万で買ってくれとか3万で買ってくれって。沖縄って物好きじゃないからね、うん、あんまり行かないよね。なんか結婚した時の引き出物でもらったって言ってました。うん。うん。あ、名護に住んだ奥さんは。もしよかったら奥さんフォローして。うん。おやすみ、まこやん。うん、待ってる、まだまだ。何欲しいっていう。
大丈夫ですか。暑くない、うん、暑くない、暑いって暑い、座ってる方が寒いよ。あなたはまた暑が嫌だったな。上着がね、多分暑い、うん、僕大丈夫ですよ、全然脱いで。2枚つけてるんじゃない、1枚6枚ぐらいつけてるよ。6枚ちだんだん北海道、北海道熱中症なんかや。あ、すみません。とんでもないです、大丈夫ですか、自分でできるよね。うん、できる、全然。これかな、お水も入れて。あ、お水あります、あります、大丈夫。うん、自分でできるんで、お母さん大丈夫。あ、すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうだろう、あ、あった、ありがとう、あ、大丈夫、お母さん。KP 乾杯って言う。ああ、うん、言い方も違ってね。そうそう、ね、あ、この使って KP 大谷 KP 何や、やめて。ちょっと言い過ぎ、ね、言い過ぎ。おいしい。まあまあ、牛汁屋に電話してみて。こっちから見たら分かるよ、見てくる。違う、飲みに、ね、できるのよ。いっぱいおかず食べてみます。重いっすか。重いとかの前に俺すぐ帰ったから。あー、帰ってるはずよ。帰ほこまはちらっと見てみる、看板ついてるから。え、もう見えるんですか。こっちレアだからね、開いてないよね、あまりね、昼間は。昼間は開いてない。昼間は開かない。まあまあ、ドア閉まってるよ。シュシュシュ。どんどん閉まったの、今、今、うん、見てきますか、こっちから見えるか、うん、見てごらん、まあ、すぐ見えるかも。どうぞ。お父さんにあげた方がいいんだよ、うん、牛汁。すごく大きいの来て、一応こっちはレアだからね。あ、昼間も空いてないわけ、夜のこの短期間しか空いてないから、はい、へー、牛汁、牛汁って言ってすごくレアなお店があるらしい。その夜の一部分の時間だけでやってる。濃厚っすか。どんなかな、行こうかな、食べてみたら分かるよ。食べてね、食べたよ。食べたけど。臭い感じですか。いや、臭くはないけど、見た目が多分内臓とか肝とかが多分入ってる。おお、牛の。あ、すいません。いい、とんでもない。これくらいかな。ありがとうございます。あ、いい、残飯美味しいよ。定番の青森だと思う、多分ね。なんかそのボトルの量を見ると、うん、ただ美味しいっていうかな、うん、もしかしたら。でも有名だよ、もうタクシーのうんちゃんとかもひっきりなしに来るから。へえ。俺の一年食べたいから、ワトさんにあげたら。俺はいつでも近い。はい、そうですよね、近所ですもんね。そこから多分15分ぐらいでロス着くんで。あ、そんなんすか。へえー、近い。いいな。沖縄のどこが好きですか、地元の人たち。沖縄のどこが好き。沖縄のどこが好き。難しいですよね、地元をもう住んでて長い。逆に東京どこが好きですか。僕東京嫌いです。おお、ストレス溜まるんですよ。
あのもう、多分空気違います。え？やっぱり空気違います。ああ、もう空気は汚いですし、何よりも人が多いんですよ。うん、もう、わかりますよね。花花さん、うん、向こう行ったらわかりますよね。もうこんなですよ。もう人がこんなもう全身から。でも電車に詰め込まれて。ああ、うん、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じです。もうで、国際通りなんか日じゃないぐらい人がもううじゃうじゃいるんですよ。あ、って言ったらじゃあ松山みたいな感じ。ああ、もっとだよ。ああ、もうと松山じゃ日じゃないです。あの祭りがあるさ、はい。祭りにいるみたい。ずーっとです。これがずっとです。スカルレコスペン。そう、もうそんな。大丈夫です。開いてる。開いてる。行ってみます、ユーゼル。ユーゼル。いた？大丈夫ねって言ったら大丈夫ですよ。もうすぐ。カナダさんどうしますか？皆さん食べないんだったらもう僕、行けますよ。これで、ね、解散して。ここ最後に。ユーゼルは行った方がいいですか？と思うけどね。こっちあかんよね、夜しか。夜だけ。レア。レアですか？こっちに来る回数も少ないと思うから。もう食べた方がいいですか？いくらぐらいなんですか、牛汁って。900円ぐらい。おー、1000円ぐらいするよ。800円もじゃなかった。800円。800円、もっと900円。リスナーさんに相談しよう。食べたことある？食べた方がいいですか？食べたことありますか？ないです。牛汁って言葉を知らないです。あー、うん、あ、じゃあ食べた方がいいかも。え、で、あんまりその地元の人しか知らない感じなんですか？それ分からない。こっちはあるんじゃない、こっちの牛汁屋は。そう、例えば、そう、国際通りとかでも売ってるような感じなんですか？うん。あっちではないね。ない。うん、こっちでも、観光スポットとかにも載ってない本とかに。載ってない。あ、じゃあ食べよう食べよう。じゃあ今から、その地元の人、沖縄の人だけが食べてる牛汁を食べに行きましょう、皆さん。それで終わりにしましょう、今日の放送。そうだよ。持ってないよ。うん、ってえ、そのここのエリアで有名なんですか、うん、この辺だ、そうそうそうのエリア。はあ。地元。お母さんの時代からやって、今娘さんがやってるんですよ。代々もう継がれて。夫婦で、お母でやって、今はもう引退して、はい、娘が。はあ。次。数もないだろ、食べたこと。ないですけど大丈夫なんでか、うん、サブさんありがとう、花火ありがとう、サブさん。これは、うん、ああすぐ帰ったから行ってみようか、せっかくだから。いや、いいよね、その、うん、ね、観光スポットに絶対乗ってなくてガイドさんとかも知らないようなところね、まさに秘密スポット。昼間は空いてないからね。あ、夜限定の。限定だ、短時間。それはその飲み屋さんでみんな閉めて食べるんですか？そうそうそう、そんな感じ。飲んで帰りね。うん。牛汁の。おそばもあるし。うん。いろいろあるから。ちょっとそれは食べてみよう。癖があるんですか？癖。そんなないですよ。あ、食べれる、全然。行ってみよう。花花さん、なんで苦手なんですか、牛汁。内臓がダメなの。身が。身がダメ。見た目が。見た目が。好き嫌いがある。好き嫌いあるの。でも、歌ってるよね。好き嫌いの割には、好き嫌いの割には歌ってますよね。奥さんは苦労するわけです。好き嫌いのある人は苦労。なんでも OK の人は安い安いさ。ああ。奥さんともうどれくらいなんですか、出会ってから。もう長いですか。8年。ああ、いいですね。8年ぐらい。30代の頃、30なりたてぐらい。結婚してどれくらいなんですか。7年。おお。明るいですよ、とても面白い方。奥様、沖縄の人、美人な人多いから羨ましい。あらまあ、もうあっちの人には負けますよ。性格きついですよ、東京の人は。でね、おばあちゃんが、あの、
妹がいるの、3人兄弟なんですよ、うん、僕、妹、弟って、うん、で妹に、おばあちゃん沖縄でしょ、うん、おばあちゃんが妹に言ってたのは、沖縄の男はフラーが多いから絶対結婚するなって女は働き、逆に俺とか、ね、弟には沖縄の女は働くから結婚しなさいって、おばあちゃんがずっと言ってる。うちの子もバツ1なんですよ。あ、そうなの。バツ1が多いんですよ。あ、そう。こういうスナックに働く人、バツ1が多いですよ、うんうん、ばあちゃんなんかだって7回結婚してるもん、スナックやってたから。7回よ、ちょっとねえ、多いよね、やっぱり男が悪いね。そうそう、だからもうな、俺がねフラフラしてんのはね、沖縄の血が入ってる。遊び人の。妻からの方がいいよ。沖縄の男性の妻からの方がいい。でもね、かっこいい男が多いの、顔が。はっきりしてて。血は多いかもしれない。モテる。でもね、男は顔じゃないですよ。顔だけ見たりしたら、苦労するからね。失敗する。うん、やっぱ優しくて働き者が一番。そうそう、優しさも必要だしね。ね、働き者じゃないとダメだ。そりゃそうだ。和道さん遊びに、だから沖縄の血が、だからばあちゃんによく言われたもん、このフラーがフラーの裏がこのフラーってばあさんに見抜いてます、ね、見抜いてそうそうそう、だからフラーの意味が分かんなかったんだけど、ばあちゃんフラーって何って言ったら、もう愚か者だよとかバカ者だよってばあちゃんによく言われてたもん、フラー、うん、お前はフラーだって、お前はフラーまあ、あっちなんでまでね、休憩するやん。何時かな、行ってみます。7時ぐらいまでじゃない、前は11時、12時前でやったよ、お母さんの時は。まあ、今嫌なんでしょうね、と思う。めっちゃレアだからね。レアだからね、出会ってもうんとか言ってるけど、分かってないやつ。珍しい。あ、そうなの、うん、レアっていうのは、やっぱり、うん、あの年取った方は根性で、うん、お客さんがいたらやるけど、うん、娘さんはやっぱり違うさね。ああ、そうですよね、このぐらいでいいやってでもあね、いやいや、お母さんはもう頑張るという気持ちがいっぱいあるから。そうですよね、立ち上げた時は、うんうん、組みつけてんのね、これ国際通りで買ったんだけど、鷹光っていう名前だから、うん、鷹っていう字が知らない、動物の鷹、うん、そう、鳥だね、鳥の鷹、うん、買ってきた、沖縄で買った、民芸人店で買ったんですか。そう、あの何、国際通りのなんかこういうシルバーのお店が売ってて、これ高いんじゃないですか。これ高かったですね。ジュエリー関西ですか。ジュエリー関西です。あの国際通りのあの入り口のところにある、うん、沖縄屋、沖縄屋どこなんだろう、シルバーショップ、うん、2つぐらいありますよね、有名なところ。ああ、多分ジュエリー関西ですね。ジュエリー関西ですか。あ、2店舗並んでるところですね。2店舗並んでる、うん、どこだろう。いや、じゃあジュエリー関西でやる。国際通りあんまりあるさ、私なんかわからんよ。まあまあ、買いなんでしょ、買いなね、買いなは行くけど、うん、シンスコをいっぱい買って郵送しました。シンスコ美味しい、大好きです。食べない、1個しか食べない。あ、僕大丈夫です。1個度胸のある人が食べる。度胸じゃあ食べないと。1個、いただいていいですか。カツさん食べます、いいですか。1個残してさ、うん、だからダメなんだよ、これが。ランチョン見ていただきます。美味しい、これ本当に。1個残す人はね、度胸がないのよ。沖縄の人もダメなんです。1個残すのはかなり、みんな譲り合いのね、優しいから、沖縄の人、うん、みんな食べてみ、食べてって。うん、そうだね、 V ネックの方がいいね、 T シャツはね、これは。小野さん、あの、テルさん、そういうことですか、はい、ん、あの、そういうことです。あの、だから喧嘩っぱいんです、あいつ、実は。ね、
喧嘩慣れしてて、運動神経もいいんですよ。で、僕ズブの素人で、もう、なんつうの、インターネットばっかりやったオタクだから、スポーツしたことないんですよ。うん、でもなんかこういう、ね、盛り上がるから出たいと思って。で、蹴られた瞬間に、びっくりしました、もう。もう、痛いとかじゃないんですよ、もう。バチッて。もう、カットしたんですけど、ここで。あいつの、自分の足壊してましたよ。キック力強すぎて。もう、今でも腫れてます、ここ、パンパンに。あ、強かったっすね。で、格闘技やったんですよ。殴り合いの。試合に出たり。あったっけ、インターネットの。ボクシングみたいな。で、負け。ただの喧嘩じゃなくて。じゃないです。グローブつけて、スポーツです。ちゃんと、レフェリーで。で、負けちゃったんですよ。もうこれやめたの？え？負けたらもう、再挑戦、来年、1年後に、はい、もっと鍛えて、走って、まあまあ、ガラケーだからね、ガラケー、何ガラケー、パカパカ、見えないよ、インターネット、インターネットで、昔の、こういうのできないって、できないでしょ、多分、できるって、簡単よって言うと、趣味から簡単じゃないと思う。覚えるの大変ですよね。難しいですよね、これ。難しい、ね。僕も難しかった。昔の方が。ちょっとこの話してるからさ、要するに、目もあんまり良くないさね。うん、白内障手術したけど、やっぱり、なんか面倒くさいような気がする。見た感じ。ボタンがあった方が押しやすい。この、そっちやってるから、そっちこのしないとやりかなと思うとき。今から牛汁食べに行くよ。すごい珍しいお店。牛汁食べ行こう。タバコ吸ったらね。あとは看護師さんのやつ紹介したいじゃん。おそばでもいいさ、あなたは。そのね、あれですよ。うん、大丈夫。美味しい。私は美味しいと食べてる。その何店舗かあるんですか、牛汁屋さん、1店舗だけ、こっち1カ所しかない、1カ所しかない、だからレアだ、大きさ、レアですね、だからこっちが閉まったらね、もうじゃあお母さんの代から代々やってる牛汁、今娘さんだよね、そう、締めに食べるんだって、ここの人が。これ何店舗ぐらいあるんですか、飲み屋は。ここは60軒ぐらい、の人が、地元の人が愛してるお店だ。ちょっとは多いかな。バッテリーない。よくわかったね。なんでわかったの？のんちゃん。すごい。元カノは今バッテリーの時間計算して。今ちょうど出たのよ。バッテリー出ない。なんでわかったの？なんでわかったの？のんちゃん。プロリスナー。今充電器あるから大丈夫よ。すげえな。ヤギ汁は食べてない。ヤギの刺身は食べた。じゃあ行きますか。行きますか。会計でお願いします。お願いします。お母さん7000円ですけど、ありがとうございます。安い。赤いの出てた？ちょっと今コンセント刺すから大丈夫よ。僕3000円出します。え？いいっすよ。いや、2000円ちょうどいいんで。あれ？どこ行った？ちょっと待って。はい。ごめんな。こっちに。いいっす。いいっすね。いいっすよ。いいっす。とんでもないっす。とんでもないっす。いいっす。戻ってきます。いいっす。ここで解散して、お店で案内していただいたら、僕一人で行きますよ、瓶で、はい、ありがとうございます、お母さん、すいません、ありがとう、はい、いっぱいお話聞かせていただいて、はい、たらまたぜひぜひ、寄らせていただきますね、はい、東京からね、はい、沖縄来たら、はい、うん、ありがとう、こちらも一緒に、うん、一緒に行きます、また、グルサー、グルサーね、うん、
ありがとう、楽しかったです。はい、はい、いやいや。ちょっと待ってくださいね、これ片付け。あの、大した美味しいの出せない。うん、美味しかった。お母さんより上手。いやいや、うん、これ上手と言えないよ。美味しかった、麻婆豆腐も。麻婆豆腐もうちょっとね。うん。あの、あれ。母さん、ありがとう。はい。また、牛汁屋さんに行って、うん、味見してみてください。うん、行ってきます。違うかね。うん。吸いすぎよ、食べた。穴開くよ、開いてるんじゃない？すぐは言うから。開くよ、危ないよ。あ、水気が。まだ暗いですか、外は。まだ暗いです。7時ぐらい、8時ぐらい。そうですね。まだ6時半ぐらいに明るくなるから。6時ぐらいから明るいです。まだ深夜なんですね、沖縄は。まあまあ、これキープしといて、あの、はいはい、和道さんで。何さん？和道さん。和道？和道。和道。和道。でもそれだとあれだよ。なかなかこれ飲んじゃってください。いえいえ、全然、うん。いつ来るかわからない。そうそうそう。飲めばいい。そうそうそう。ね。うん、ね、うん。うん。これ、遠くから。キープを切れるわよ。置く場所。はい、ありがとうありがとうございます、はい。ちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。1分ぐらい。はい、うん。ごめんね。バッサー。忘れ物ないようにしてください。うん。はい。あれ？何十万ぐらい欲しいかな。あ？ね、これ電気がもう大変なの。うん、もうこういう線が。うん、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。